皆さんこんこにちは、シンホです。香港のメディアによると中国のロ・サヤ中仏大使が中国に帰国し中国人民対外友好協会の会長に就任するそうですこれは昇進なのかそれとも降格なのか再び戦狼外交のトラブルが起きるのでしょうか一方韓国の議員は中国の中韓大使の追放を求めていますアメリカは中国の AI の影響に対抗するために ユネスコへの復帰を予定し,ていますしかしこの重要な時期にオープン AI の創設者は中国との協力を強化すると述べています。<music>